はるばる山口県の阿武川ダム、こちらにやってまいりました。田中大輔さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやすごい綺麗なとこですね。ここ今のは、僕が見せましたじゃあ今から釣ってみたいなんで。はい、了解です。はい、じゃあ釣りました。嘘やろ。うわー、来た。次僕の番や、はい、おめでとうございます。今の状況で言うと、そのあんまりディープというよりもこのシャロー、この沿いちょっと立ち木とか入ってるんで、はい、まあ、立ち木にこうコンタクトしたわけではないけど、これぐらいのレンジですね。はあ、なるほどね。でちょっと思うのは、はい、ミノーのサイズが違う時に深度が違うんですよ。なるほど、ね、僕のがこれ95なんで、はい、ちょっとこれに変えていってみましょう。112。ほう、110の方が潜る。そうですね、同じことをやっても、うん、潜ります。なるほど。だからこの1匹釣ったことによってどのレンジに魚がいるのかという情報が手に入ったところですね。 それに合わせたルアーにしていく。なるほど。やっぱり深いの分かる。深い深い、全然見えない。今まで僕がやってたとはレンジが違う。いやでもほんま一安心です、全員が一安心です。今なんかね、やっぱ一匹釣れたからっていうのもあるけど、釣れそうな気しますもんね。ベイトが跳ねてるわな。お、え、今当たってましたね。魚が今。今何が起こったんですか。魚が今当たってましたよね。なんか食ったのかなと思ったんですけど。今、いや僕も手応えありましたよ今。ハスが多分アタックして、一回上に上がったって感じですね。うん、はあ。まあチャンスは結構あるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあレギュラーサイズ付近っていうのは状況が結構ハマって、こう全体にこう、ね、シャローに上がってきてとか、捕食が始まってとかっていうとやっぱり釣れやすくなりますね。バタバタと何匹か釣れたり。そうですね、それを見つけるためにやってるんですもんね。そうです。でその時にハードベイトだと同じ作業をとにかくし続ければ同じレンジに同じ動きで入ってくるわけだから、はい、続けるのが楽なんですよね。なるほど。それがワームとかになっちゃうと沈んでしまったり、いろいろね、釣り人側が勝手に釣れることをやめてしまってることが。ああなるほどね。で、お、食った。お、うわ離した。うわ離した今バスぐわい来て、一回食って食うて離していきました。持ってったんですよ一回食って、すぐパッて離しました。持っていくってことはレンジ合ってます。それはということですよね。それ止めてる時やったんですよ、はいはいはい、あれはでももうそっとそのまましておく方がいいんですよね。くわえたんならもう絶対そうです。そうですよね。それを見て逃げちゃうとか、っていうんであればまた話違うんですけど、食えるところまで行ったんならまあそれでいいと思いますよ。あれちゃんとだから食わへんかったっていうだけで。そうです、魚のミスですよね。そうです、いや、そう、僕のミスじゃないですよね。そうですね、パッてバイトしてすぐ話したもん。まあ半信半疑です、ね、見切られたってことですか。あれは見切られてはいるけど、でも口まで使わせてるなら、もうかなりもう正解に近いですけどね。クランクに変えましょうか。はい、 MR60F これが 2m ぐらいですか。 2.5 ぐらいですね。 2.5 ぐらい潜るのが。そうですね、クランク食わないかな。初クランクフィッシュ欲しいなぁ。ノークランクなの。ノークランクですか。あ、初クランクですよそれ。初クランクじゃなくて初初クランクですか。初じゃなくて、ハスじゃねえのよ。でもハスがいるということですね。そうです、ベイトがいてて、しかもベイトがちゃんと追ってるっていうことなんで。ってことはまあ状態としてはいいところ。そうですね、
もうちょっとであの点々がつく感じで、それに、ね、まあでもこのエリアはもうベイトすごいですね。釣ります、そんな気がしました。釣ります、宣言出ました、うん、今なんかもう釣れることしか想像できへんわ 今、うん、今にもなんか釣れそう。当たったら当たった。お？合わす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 。よし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 。当たった。よしよしよし。来た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 。来た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 。よっしゃ。大丈夫です。抜けます、それだったら。大丈夫です。よっしゃ。よっしゃ。やりましたー。よっしゃ。釣れ釣ったんですよ。まあ、サイズこそね、ちょっと可愛いサイズですけど、いや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 、昨日脇ですわ。そうですね。あー、やったーなんとか釣れた、ハードコアフラットフラット110 SP ですね。 SP、うん、そうです。サスペンド、サスペンドで、なんとか1匹やったー、よかったそうそうそう、これは、お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 、魚じゃないですか。これは、あ、魚、魚、魚、これは来た、お、よっしゃ、これは来た、よっしゃ、おっ、跳ねてる、これはバラしちゃダメですよ、ダメ、バラしちゃダメ、バラしちゃダメよ、よっしゃ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 、取れますか、取れますか、よっしゃ、シャクランク、よし、最後にクランクってことは、これ、クランク、ハードコアクランクの4プラス 75F、うん、プレゼントやったもうぐーっと下から巻いてたらちょっとグッと重みが加わった感じ、はい、ひょっとしてこれ釣れてんじゃないのみたいな感じでした。巻いてましたね、ちゃんと巻いてました、大事です。よっしゃあ、田中さん、一日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやー、このアブガダム、いやもう満喫させてもらいました、はい、ちょっとね、なかなかこうバイトに持ち込むシーンがなかなかない時間帯もあったんですけども、そうですね、なんとか僕2匹、はい、やった、嬉しかったさすがです、ありがとうございます。田中さんは今日どうでした、今日1日。そうですね、正直もっとポテンシャルのある湖なんで、うん、まあ、自分としては本当20点、あら、えらい点数低い、はい、うん、なんでぜひもう一回ちょっとリベンジさせていただきたい。ああ、もうそれはこちらこそですよ。いや、ぜひぜひもっとね、こう魚がもうピシャピシャ跳ねてるような、そうなんですね、そういう湖だと聞きましたので、はい、ダムだと聞きましたので、ぜひまたじゃあその時にリベンジさせてください、はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。